モーターサイクルジャーナリストのケニー佐川です。今回はドライブチェーンのメンテナンスについて先生をお呼びして詳しくお伝えしていきたいと思います。 MotoGP などで数々のトップライダーの足元を支えている世界的なトップブランド DID チェーンのレーシングサービスご担当、大石さんです。よろしくお願いします。 DID レーシングサービスの大石です。よろしくお願いします。まず基本的なことなんですが、なぜドライブチェーンのメンテナンスというのは必要になるんでしょうか。はい、メンテナンスの目的はですね、チェーンの伸びや劣化を防ぐことです。それに加えてレスポンスが向上したり、フリクションを抑えることで燃費が向上したり、また騒音を抑える効果もあります。まあ、いわゆるバイクの本来の性能を引き出すという意味でメンテナンスを行うことを推奨しています。なるほど。快適なバイクライフを続けるためにも定期的なメンテナンスが必要だということですね。そうですね。はい、では具体的にメンテナンスについてお聞きしたいんですが、そのメンテナンスのサイクルというのはどれぐらいで必要になってくるんでしょうか。そうですね、 DID では基本的に500キロに1回のメンテナンスを推奨しています。また雨の日走行するとですね、グリスが流れてしまいますので、錆を抑えるためにも雨の日をした後はその後にすぐにメンテナンスを行っていただきたいですね。また高速道路を走行したりとか、サーキット走行される方なんかは走行後に必ずメンテナンスと点検の方を行うように推奨しています。なるほど。500キロですか。というと大体そうですね、東京からですと大阪ぐらい、まあ、往復ですと東京から浜松行って帰ってくるぐらいですかね。そうですね。となるとやっぱりロングツーリング1回行った時には大体1回メンテナンスをしてほしいという、そんな感じですかね。そうですね。そのくらいの距離を走行しているとですね、チェーンは非常に路面から近い位置にありますので、ホコリや場合によっては凍結防止剤などチェーンにとって有害な物質が付着する可能性があります。ですから DID ではメンテナンスに2回に1回はチェーンクリーナーでクリーニングをしてから注意をするというような形を推奨させていただいています。なるほどですね。どうしようなく汚れてしまうと、もうついこうメンテナンスが怠っちゃうんですよね。ね。その前にやはりこまめなメンテナンスが必要だということですね。はい、そうですね。はい、ではここで実際にメンテナンスの実演をやっていただきましょうか。はい。じゃあメンテナンスを始めます。メンテナンスをする場合ですね、センタースタンドをしっかりかけて、バイクが倒れない安全な場所で行ってください。センタースタンドがない車両の場合はレーシングスタンドがあれば非常に、メンテナンスがしやすくなります。今回は、このレーシングスタンドをかけた状態でのメンテナンスを、実践させてもらいます。メンテナンスに必要なものなんですけれども、まず、チェーンクリーナーですね。それと拭き取るウエスですね。それとブラシ、これは毛先が柔らかいものを使ってください。それと、トレーですね。この4点になります。メンテナンスするときはまずチェーンクリーナーを軽くですね、チェーンに一周こういった形で吹きかけていきます。タイヤを回しながら行うんですけども、このタイヤを回すときは、タイヤにスプロケットに手を挟まないように進行方向とは逆向きにタイヤを回してください。そして、汚れが浮くまでしばらく待ちます。しばらく待って汚れが浮いたところでもう一度クリーナーを吹きかけて、ウエスで汚れを拭き取っていきます。頑固な汚れがある場合は必ず毛先の柔らかいブラシで汚れを落とすようにしてください。この時に毛先の硬いものやワイヤーブラシなどを使うとシールチェーンのシールに傷がついたり最悪の場合切れたりすることがありますので、必ず毛先が柔らかいものを使用してメンテナンスを行ってください。チェーンのジョイント部などで目印をつけて、そこからスタートしてチェーンを全周にわたって汚れを一周拭き取ると
チェーンクリーニングの完成です。では大石さん、注油なんですが、具体的にはどこの場所に注意していけばいいんでしょうか。はい、じゃあこの模型を使って説明させてもらいます。注油する場所なんですけども、このチェーンの外側のプレートと内側のプレートの間ですね、それとスプロケットと直接触れ合うローラーの表面、それからローラーがスムーズに回転するようにローラーの内側にもルーブが入るように注油をするんですね。注油する場所なんですけれども、外プレートと内プレートの間、あとローラーの表面ですね、そしてローラーがスムーズに回るようにローラーの内側にもルーブが入るような形で注油していきます。実際に注油すると、内側でこうですね、で外側でという形で注油していきます。チェーンルーブもチェーンのジョイント部分などを目印として手前側に一周ですね、そして奥側に一周ですね、一周するとチェーン全周にわたってルーブが行き渡ります。そして余分なルーブを拭き取るんですけれども、その前にウエスに、ほんの少量なんですけども、ルーブを少し拭きかけた状態で余分なルーブを拭き取ることによって、プレートの表面ですね、それと、ピンの表面に油膜を貼ることができますので、余分なルーブを拭き取るプラス、表面のコーティングをすることによって錆を防ぐことができます。これで注油の完成です。メンテナンスの注意点なんですけれども、チェーンクリーナーで、クリーニングするとき、チェーンルーブで注油をするときも、注油する際はタイヤは必ず進行方向の逆方向に回しながら行ってください。進行方向向きに行ってしまうとツールを挟み込んでしまったり、場合によってはウエスや指などをスプロケットに噛み込むことがありますので注意してください。またエンジンをかけてのメンテナンスは非常に危険ですので絶対に行わないでください。なるほど。ではそれ以外に注意点とかアドバイスはありますか。はい、注意点としては、まずチェーンルーブのかけすぎに注意することですね。 DID チェーンルーブは有機モリブデンを配合してますので、少量で非常に優れた潤滑効果を発揮します。またシールを守る成分も入っていますので、いつまでもシールをフレッシュに柔らかく保つことができるんですね。チェーンのメンテナンスを怠るとバイク本来の性能が発揮できてないということもあり得るわけですね。ということは普段はこう見過ごしがちなんですけど、ドライブチェーンというのは縁の下も力の持ちのような、そういった重要なパーツということですね。そうですね、タイヤが主とするならチェーンはアキレス腱のような、他の部品と同じように非常に重要なパーツになっています。よくメンテナンスされたチェーンは、ライダーのアクセル操作にも非常にダイレクトに反応して軽快な操作感を得ることができます。近頃何か自分のバイクがおかしいなって思ったライダーはぜひチェーンの点検をしてみてはいかがでしょうか。では皆さん、定期的なメンテナンスと点検でぜひ素晴らしいバイクライフを。